外野側からスコアボード、三崎町 A 野球場は、岡山県久米郡三崎町のエコンパーク内にある野球場、愛称エコンスタジアム。三崎町が運営管理を行っているが、メンテナンス業務の一部は NPO 法人フレンズ三崎に委託されている。1999年、岡山県久米郡柳原町で整備が進められていた公園、エコンパーク内にエコンスタジアム柳原、 朝営野球場として開場した。公園全体の愛称として付与されている。エーコンは、どんぐりにちなんだもの。これは、柳原町の木である歌詞になぞらえ、どんぐりの小さな実のように、大きくたくましく育つようにという思いから命名されたもの。会場時から、同町に本拠を置く社会人野球のクラブチーム、柳原クラブが練習場等として使用している。 2005年3月22日、柳原町が中央町、旭町と新設合併し、三崎町となったのに伴い、現名賞に解消した。また、2006年からは、高校野球公式戦が開催されるようになった。これは、倉敷市の倉敷市営球場での試合では、応援などの騒音に対して、周辺住民から苦情が寄せられていたことから、大対策として、 開催球場となったものである。これに合わせて同年春、町はスタンドの一部を増築し、収容人員は会場当初の2000人から2500人に増強された。会場当初からメンテナンスが行き届いており、フィールド状態は県外外で評価が高い。内野にカウント表示板あり JR 気候駅から車で20分。ありがとうございます。